新イベマスターズチャレンジを見てある事実に気づいてしまった人たちに対するみんなの反応。馬娘は有効加速と必要最低限のステータスを満たしてれば UF 中盤でも勝てるゲーム。エンジョイ勢はこれを機にレースシステム学んでちゃんみ参入の足がかりにしてほしい。ゲーム内で解説してしろ。システム学ばなくても必要スキル積むだけでいいよ。なるほど、加速スキルが強いのか、大手。正直、こういう感じの個体を作れば強いんだな、とわかるいいイベント。長距離のスキル構成とか捨てとかクソわかりやすい。英傑常連はサクッと終わって、エンジョイ勢もジュエル欲しさに頑張ればちゃんみレベルの個体ができてるという、なんか珍しく動線が機能しそうなイベント。ゲームシステムわかってもちゃんみやりたくなるかと言われると。知識ならあるが、距離 S もレシート因子も金管層すら粘るのめんどいからエンジョイ勢やってるわけで。正直このご時世、YouTuber の言うこと素直に聞いとけばちゃんとした答えはできるんだけどな。それは育成対戦ゲーの楽しさと面白さがほとんどなくなってる状態だとは思うんです。レシピ通りやってどういう過程を踏むか知るのは大事だよ。オープン馬娘作ってるやつはこれを機に卒業しろ。コンテンツの意図はわかるんだが、もうちょっとそれに対してのチュートリアルなんとかならんかとは思う。実質的にエンドコンテンツだし、これにチャレンジするのは気合入ったユーザーしかいないんじゃね ?3 ヶ月期間ではなく常設すべきコンテンツだってことは否定しない。常設にしたら下で、いつでも挑戦できるからってやらなくなるって、サイゲはグラブルで学んだんだ。スキルも要求しても距離 S の重要性も知っているが、毎回それを満たす育成を3回もするのは無理だし面倒くさい。スキル全完走と距離 S 確定できるならやぶさかではないが、必要最低限のステータスってやつを満たすための運営が面倒なんだよ。ゲームシステム内部までの解析いらずの解説と周回快適性アップも必要だよねってなるのは、はい、勝ちたきゃ調べろはそうなんだけど、ゲーム内でわからん細かい仕様を把握しろってのはもよる。なんというか、ゲームするのに積極的に攻略情報見たくないんだよね。理解はできるけど、このゲームその方針で行くにはキャラ6万サポカ12万があまりにも、重い。ゲーム内でこと細かく説明されても理解できないと思う。それこそ等速直線運動の解説からいるからな。このスキルを積もう、と言わんばかりのチャンミリーグオブヒーローズガチャとかやっても回らんかね。レースの途中まで速度制限がある、終盤になると制限が解除される、どれだけ早く最高速度に到達するかが重要、ぐらいしか理解してなくても英傑にはいけるから。チャンミ条件でやってもらえればいい仕様になりそうだよな。なおこれに楽勝でもチャンミは無駄な模様。だからこれに勝ててるやつは上積みとか言われてもなーってなってる。結局育成方針が分かってもサポカ資産がなけりゃスタートラインにも立てないんだよね。仮に立てても今度は因子の壁があるんだよね。因子の壁を抜けるとして上振れスキル完走距離 S の壁が待ってるぞ。そしてそれを抜けるとマッチングの壁が待ってるぞ。因子と適正と下振れでイライラするくらいならデイリー消化ついでにシナリオじっくり読む。ぼちぼちの子出して B 決勝の勝った負けたでいいやって感じ。プレイスタイルは人それぞれだからちゃんみやりたくない層からすると勝ち方教えてくれたところでどうにもならん。ぶっちゃけちゃんみ以外にまともな定期コンテンツないようなもんだし。キャラゲーとして楽しみたいのであって周回ゲーがしたいわけじゃない。ちゃんみに代わるコンテンツだと思うんだよなこれ。他のプレイヤーに依存しないゲーム内だけで完結してる壁として強敵置いてくれるのはまあ多少はモチベになるよね。対人コンテンツはどうしてもキリがない追いかけっこかなんかに見えてくる。というか推しでレベル3に勝てるように色々試行錯誤するコンテンツだと思ってる。対人ガチローとするとすぐストレス感じてゲーム自体に嫌気がさすのを自覚してるからふわふわとキャラめでて遊んでる。普通に作り直さないと勝てなかったし、いいイベントだと思うよ。ゲームってエンジョイ勢の触れ幅はでかいからいろんな意見が出るよね。逆にエンジョイ勢とか言いながら廃人に片足突っ込んでる人もいる。有効加速や強いスキルの知識さえあればなんとでもなるね。しっかりと強いサポカに絞れば良いサポカは揃えられるし、ちゃんみの敷居は高くない。君馬娘うまいね。
UF 半ばでもいけるぜ、と言われても俺にとっては UF 半ばは上振れなんだ。そりゃちゃんみで重要なのはサポカより因子含めた試行回数だもの。重課金できる高級鳥よりニートの方が有利なのはずっと変わらない。そもそもゲームなんだから気楽にできないとおかしくね？楽しみ方は人それぞれなのにガチ勢を暇人扱いしたり勝てない人を雑魚扱いしたりとそもそもゲーム向いてないやつばっかやな。期間は長いし初回以外は報酬ないからいろんなキャラで腕試ししてみるのもありなんよね。正直お祈りポイントが多すぎだからマジでほどほどに付き合うのが一番よ。解析情報ありきで性能の話してるのは異常だと思うけどね。これに関しては対人ゲームなのに情報を出さない運営がおかしい。たまには馬娘ガチ声優連れてきて解説とかパカチューブでしてくれ。言うてパカチューブで月末のキャラ限定とはいえ説明はしてるやろ。正直これでじゃあ調べてみよう。って人はもうちゃんみとかですでに調べてると思ってる。大手が向こうとかゲームだけじゃ知らんわそんなん。何メートルとかの表現が馬娘じゃ難しい以上ゴールまで遠いって表現になるのはしょうがないっちゃしょうがない。固有だと残り200メートルとか書いてるしコース図もアプリ内で見れるようにしてもいい気がする。解析情報はあまり見ずに、掲示板の情報だけ調べてやってるわ。本来はレジェンドレースが PVE として存在したんで原点回帰とも言えるな。ガチで恐ろしいのは初期の運営も視界広がるスキルの効果わかんなかったっぽいこと。ぶっちゃけゲームシステムの根幹作った人とっくに抜けてんじゃないの？ってその時思った。知識とかサポカとか因子とか以前に1回の育成思考に30部かかるゲームを毎日やるのはライトユーザーには辛いわ。ゲーム内でもう少し詳しくわかるようにしてほしいのはわかる。ユーザー間の情報交換だけで攻略しろの行き着く先はカンコレの季節イベントだからね。公式で攻略ガイド出せばいいんじゃね。設定画とかサポカイラスト集とかつけて。さすがに解析に頼るのは普通に不健全だからなんとかしてほしいんだよね。現状のスキル説明でノーヒントで理解しろとか無理があるんだ。俺がやりたいのはタズナさんのアドバイスがわかりやすくて攻略にも役立つ馬娘なんだよ。そろそろ桜爆心王の爆心、お悩み相談、有効加速編をやるべきでは？試行錯誤って自分がやっていることが間違ってる可能性を考えないといけないから思考力かなり必要なんだ。今回のイベントに関しては絶妙なバランスだし期間も長いしでようやっとると思ってたんだけどもしかしてそんなことない感じ？いいイベントだと思うよ。2年半ぐらいまでこの類のイベント出せなかったこと除けば。新シナリオでまた一回りくらいインフレするだろうからそれ込みの調整だと思ってるわ。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。